はい、皆さんこんにちは。カピバランドのシマリス大統領です。いつもたくさんの皆様に当園ご支援賜り誠にありがとうございます。さあ、カピバラズユニバーシティ、いよいよ始めさせていただくことになりました。記念すべき第1項は知性豊かなカピバラです。それではどうぞ。カピバラというと多くの方は食べてぼーっとして、時には見た目からは想像のできないような俊敏な動きを見せる姿を想像されるかもしれませんが、実はそれだけではありません。カピバラは知性が高く、猫以上に発達した犬にも負けない頭脳を、大脳を持つ動物なのです。具体的には脳細胞のうち知性や感情を司る部分、感覚ニューロンの数はクマや猫よりもずっと多いのです。だからカピバラは名前を呼べば、呼ばれた子はもちろん自分が呼ばれたということを認識し、呼ばれた子だけが来てくれます。ドンくん、ドンくん、ドンくん、ドンくん。カピバラは遊びの順番を競ったり、遊ぶ工夫を考えたりもします。してはいけないことも理解していて、例えばカピバラから呼びかけられているのにずっと無視していると、コンセントやスマホの充電器を壊しちゃうよーとばかりに加えて持ってきてシマリスに見せつけたり、欲しいものが入ってる容器を持ってきたり、遊ぼうと横になっているシマリスに飛び乗ってきたりもします。先ほどもお話ししましたように、カピバラは一日中ぼーっとしてたり、食べて寝て、時には活発に走ったり、激しく喧嘩をしたりする動物だけなんじゃありません。カピバラは犬や猫と同等以上の知性を持った動物なのです。カピバラは犬や猫と同様に、数少ない人と心でつながり会話のできる動物ということを、ぜひ皆様に知っていただきたいと思います。そうすればきっと皆様もカピバラは単にアクセサリーのように見たり、写真を撮ったり食べ物を与えるだけの関係ではなく、皆様もカピバラと心でつながることができて、よりカピバラを慈しむ温かい心で満たされることでしょう。ところで先日、動物園のカピバラは頭が良さそうに見えないなんて悲しい声を聞きました。実はそう思っている方は必ずしも少なくないようで、私は驚きを隠せませんでした。犬や猫も同じなんです。カピバラも飼い方次第で犬や猫のように人間と高度なコミュニケーションが取れるようになるのです。カピバラも犬も猫も子供の頃はとっても人懐っこいです。特にカピバラの場合は子供の頃はとっても人懐っこくて、人から離れなかったり、人の足の上とか膝の上とか乗ろうとするんですけれども、これがですね、人と家族同様の関係を築いていくことができなければ、大人、大体ですね、生後1年とちょっとすると人に対して心を閉ざしてしまいます。目が死んだようになり、食べ物をあげるときは喜んでくるんですけれども、それ以外はあまり反応しなくなります。ましてや人と遊ぶなんて考えられません。
幸い多くの犬や猫は今や家族の一員として飼われることが多く、人と心から信頼し合える温かい心のぬくもりの中で育てられています。先ほどお話ししましたように、カピバラも犬や猫と同じか、さらに発達した知性を有しているので、家族の一員になれれば、犬や猫と同じように人と本当の家族、親子になれるのです。りんちゃんおいで。りんちゃんおいで。りんちゃん、りんちゃん。りんちゃん、りんちゃん。りんちゃんおいで。りんご、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 りんちゃん。はい、りんちゃん、こだね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 。お、ロンくん。ロンくん、おはよう。ロンくん、おはようの挨拶だね。テッシャーも、おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっちゃっていいね、君たちはね。りんちゃん。はい、りんちゃん一個だよ。りんちゃん。近年街中や田畑で農薬が使われる機会が減ったことにより、自然界にマダニをはじめとするダニが以前に比べ多くなりました。野原を走り回る犬や猫も家に帰るとマダニが体に付着し、血を吸い大きく膨らんでからその存在に気がつかれる方も少なくないでしょう。カピバラは自然界ではマダニの中間宿主として位置づけられており、屋外飼育ではダニを背負うことは避けられません。しかしながらダニは中間宿主にダメージを与えてしまえば、自らも生命を脅かされることにつながるので、いわば共生、共存している状態です。カピバラが健康であればダニと共存し、そのダニを食べるために鳥がカピバラには多く集まります。皆さんも野生のカピバラの頭や背中に鳥が乗っている、あるいはカピバラに寄り添いカピバラの体をツンツンつついている写真をご覧になったことがおありになるのではないでしょうか。これは実はマダニなどをついばむためにカピバラに近づくのです。17種類前後の鳥がカピバラに寄生するダニを食べていると報告もございます。話が横道にそれてしまい申し訳ありませんでした。私が言いたかったのは、犬や猫がそうであるように、カピバラも家族の一員としてケアされれば、病虫害の悪影響の除去はもちろんのこと、犬や猫と同じような環境で、すなわち常に人と家族の一員としてのコミュニケーションを取ることができれば、それだけ高い資質、知性を持つ動物なのだから、必ずやお互いに思いやれる関係、カピバラと人の心の絆が生まれないわけはありません。カピバラは野生では5年前後しか生きることができません。動物園では寿命が5歳から16歳と言われています。人を思いやる心を持てる感情豊かな子です。優しい子たちです。家族の一員として充実した時を長生きさせてあげたいと思います。
犬も人に懐いていなければ時には凶暴な危険な存在ですが、家族の一員ならば決して噛みついたりはしません。カピバラも同じです。人と心の底から信頼できる関係が築けていれば、人に危害を加えるなんて考えられないことです。カピバラ飼育には重要なポイントがたくさんありますが、中でも一番大切なことは人と心の底から信じ合える関係を築くことです。カピバラはそれができる知性を持つ動物だということは、前にも述べましたように科学的な根拠もあります。カピバラは犬や猫と変わりなく、人間と家族になれる高度な知性を持つ動物であることを皆様にぜひ知っていただきたいと思いまして、カピバラズユニバーシティを、今回始めさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の講義をお楽しみに。